カカド国立公園はノーザンテリトリーにあるオーストラリアの国立公園の一つユネスコの世界遺産に登録されている4万年以上前から人が住んだ形跡があり壁画が残されている文化的意義と固有の動物や氾濫源などを有する 環境的意義療法を有する国立公園である。重要野鳥生息地。この公園の名前になっているカカドの名前は、ガグジュと呼ばれる、オーストラリア先住民の言語の一つである。現在ではこの言語を話す、民族集団は消滅したが、この民族集団の子孫は現在でもカカドに住んでいる。公園内の気候は、大きく分けて、雨季と寒季の二つに分かれる。雨季は、 観光が不可能になるが、換気には可能になる。また特に先住民であるニン事、ムングイはこの公園における季節を以下の6つに分けている。また、この地域は先住民の文化と密接に関連した地域であるため、この公園は自然を見せるだけでなく、先住民の文化にも触れることのできるユニークな国立公園でもある。独特の自然景観を持つイエローウォータービラボンのみで、 なく公園内には先住民の岩壁画などを見ることができる。入江湾に陥がる後ろリなどが生息している。カカドゥの壁画先住民の描いた壁画が、このカカドゥ公園内に3000以上発見されている。描かれた絵は時代によってモチーフ、技法が異なっているが、中でも有名なのはレントゲン技法で描かれた壁画である。レントゲン技法で描かれたものは、 主に紀元前5000年以降のもので、淡水魚や亀、カンガルーの骨格や内臓が表現されている。カカド国立公園の地中には大規模なウラン交渉があり、日豪ウラン資源開発などにより、世界遺産登録と同時期に掘削が始まった。掘削に伴う景観破壊や放射能汚染による環境破壊を危惧し、1998年の 世界遺産委員会で遺産の資源利用問題として、議題に取り上げられ、場合によっては、危機遺産指定も検討された経緯がある。以後、革新地域での掘作は中断されたが、干渉地帯での掘作は続けられており、ユネスコの世界遺産センターは、現在もモニタリングを継続している。東アリゲーター・リパーの横断ドカーヒルズ、クロッシング公園内を流 生息しているのはクロコダイルだが、1820年に当地を探検した最初の西洋人、フィリップ・パーカー・キングがアリゲーターと誤認したためその名になったと言われる。川を渡る横断路があるが、ワニに襲われる事故も多発している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。